ビッグ、ゲームとは、ダークホースコミック社から出ている、コミック及び小説であり、映画、プレデターに登場するエイリアンのプレデターを、題材としている。本作は、アメリカインディアンナ・バホ族の伝説の怪物、ナイエネズガニーに従ってプレデターとの関連性を描いた、作品ともなっている。コミックでは、全4冊。 パート4までの話とトレードペーパーバック版の一冊と、ノベル小説の小説版が出ている。コミックは原作に、ジョン・アーチュデイ作画がエバ、エヴァン・ドー・キンで、ノベル小説版での作家は、サンディスコ・フィールドとジョン・アーチュデイだった。続編である、プレデーター、ブラッド・オン・ウィッチ・メサに続く。1991年アメリカ南西部。 ニューメキシコ州の空軍基地周辺の奥深くの荒野に謎の飛行物体が着陸した。これを知った司令官は基地周辺のパトロールをナバホインディアンである陸軍兵士イノックナ会合長と彼の相棒に命じる。この任務で調査の最中謎の生命体こと人間狩りに来たエイリアンプレデターに相棒を殺される。ご長は プレデターの取った行動や仕草から、それがナバホインディアンの伝説において、英雄的な異端の神々の殺害者とも呼ばれる、戦いの神ナイエネズガニであると考える。そして、ゴ長は、育ての親だった祖父、ヤタディと再会する。ナバホ族のメディスンマンにして、1920年代にナイエネズガニと戦ったことのある、ヤタディを通じ、イノックゴ長は、 ナバホ族としての自分のルーツを再確認する。そして祖父から教えてもらった知恵を活かし、岩山が広がるエルマルペースの荒野で、プレデターとの一対一の戦いの末、打ち破る。ナバホインディアンの根欠児の兵士。弟が死産し、幼児の時に母親も労働中に死亡、さらに父親に捨てられた後、祖父であるナバホ族のメディスンマンのやたディニー養子として育てられた。 軍人として、中流軍先の基地で司令官に呼び出され、相棒のディートルと共に、プレデターの宇宙船が降り立った場所付近を捜索するが、プレデターに相棒が殺され、彼は逃げて、仲間に助けを求めるが、後にプレデターと戦える唯一の人物となり、プレデターとの一対一の最終決戦では、死闘を繰り広げた末、プレデターを殺してその首をはねた。 ありがとうございます。